演舞開演。どうも、本日はこちらドミノピザのデザート3種を食べてみたいと思います。まずはこちら、こちらのとろけるフォンダンショコラ、恋するフォンダンショコラ、多分形が違うだけなんですけど、そしてエッグタルト、どれも美味しそうですね。ではまずはバナナがしっかり感じられますね。ザクザクもいい。こちらのフォンダンショコラからいただきます。これおっと、中身割ったら面白いかなと思ったんですけど、早くももうあれだ、こんな感じにとろーりとしていますね。ではいただきます。いきなりこれか、幸先いいね。とろりとした食感の中から濃厚なチョコレートがうわっと溶け出してきて、でもそんなに熱々って感じでもなくて、程よい甘みやすさがあって食べやすかったです。では2つ目って言ってもちょっとあれなので、次はこちらのエッグタルトを前に挟みたいと思います。なんか失礼な言い方です。おお、これはサクサク系の期待が持てますね。これ卵を見せるの難しいな。中が柔らかいのでこぼれて美味しそうなので、このままいきますね。ではいただきます。このサクッと音心地いい。さすがピザ屋さんというピアノが焼く技術はすごいですね。サクサクッと程よい香ばしい音がした後に、中から濃厚なカスタードが広がりで、とっても美味しかったです。カスタードも堪能できますね。次ましてラストのこのこちらの恋するフォンダンショコラ、ハートに響い入れるのちょっとかわいそうな気もしますけど、中身はさっきのフォンダンショコラとあんまり変わらないですね。ではいただきます。チョコと一緒に心までとろけそうです。こちらもチョコレートが非常に濃厚で、口の中に入れた瞬間にふわっととろけて、口の中に甘みがさを広げてくれますね。周辺の生地もほろほろっと崩れてくれて、変な後味もなくとっても美味しかったです。これで恋が実るといいですね。というわけで今回はこちらのテイストと出てきました。すべて美味しかったですね。もっといろんなデザートピザなんかも出してくれたら嬉しいですね。せっかくピザ屋さんなんですから。というわけでカタツムリ死を迎えるのか、足早の死の道だけは早く行ってしまうのでしょうか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。